国会議員みわチャンネル突撃長田町スタジオ赤坂プラスから公開生放送でお送りしていますこの番組は赤坂のスタジオから水曜日の夕方6時国会議員の方をゲストに招いていろいろお話しいただきます生放送視聴者参加型番組ということでこれを見ている皆さんからツイッターなどのソーシャルメディアを通じてご意見やご質問などをリアルタイムにいただき公開していこうと思います第140回目のゲストはこの方です自民党武田俊介衆議院議員です <laughs> 良かったですよ、今日。マッチをつけてきて。いやいや。どうなることかと思って。たん今日、本当はね、なくなってるはずだったんだけど。そうですよね。二日間、ね、生き延びた、本当は後ね、2年間くらいね、生き延びたかったんですけど。ええ、まあ、また申請ということでね。申請舞台俊介が、また来ます。そう、そう、そうなりたいと思って頑張ります。はい。でも、突然の解散でしたよね。そうですね、まあ。 予測はなかなかできなかったかもしれませんね。そねまあ二年過ぎるとね、あの衆議院はまあ期限過ぎといって必ず用意するっていうのはあって、過ぎてないんですね。過ぎて一年十一日月ですね。あ、そ早いですね。いやあ、あっと今です。ねえ。ねえ でもやはりね、麻生政権の時のね、ずっと引き伸ばして負けたっていう自民党にはね、古傷がありますから、やはりね、い,<や>いい時に解散、どんどんしてい,きたいでしょう、ね、いやそう、もっとじっくりやってもよかったと思いますけどね、ただまあ、消費税の,、ね、あの延期をね、するということを、大変重く受け止められたと私はあの思います。そうですか、はい だそうなるとです、ね、あれですよね、麻生さんなんて解散ということを宣言してなかったんですよね、総理でね、だから彼は、まあ、ずっと生きると思いますけど、死ぬときに解散っていうことをね、宣言事項を発令できなかったことを悩んでるんじゃないですかね、<laughs> それ余談、麻生さん、自分が麻生さんみたいな人間だってやりたいもんね、で昨日の安倍さん、やはりすごかったですよね。 まあよく練れた説明をされてたと思いますよ。うん、やっぱ気が入ってたなっていう、はい、やっぱり総理っていうのは、総理に就任した時もすごいけど、解散をね、発令するとっていうのは、違うんだなって、それ,それはね、する方はね。ええ 気持ちいいけどいれ我々は四百八十人首切られるんですから <laughs> それはねちょっと違うじゃないかなとも思いますよそがね、うん、一般市民は高みの金物で嬉しいんですよいや本当にねだからあのローマのコロセウムのね野獣とね人間の戦いを見てるようなもんじゃないですかそうなんですね、はい、まあでも大変ですねこれからねいやあのだから今日は本来であれば選挙区にいて申し訳ないですす,すみませんあの宮津 チャンネルに <えっ S 1> ぜひねあのあ美人を見たいという参加させていただきましたあり,ますありがとうございます。あの余計なお世話なんですがあの相手候補もね昔の宮ちゃんねりよく出てくれた出さったんですよね。あそうですか。そうなんですよ。相手候補さんもまた出あの出るんですよね。相手誰？あの長野二個の方民主党の方も。ああ出ると思います。そうですか。ね、じゃあその戦いですね。いや現職はでもあの。 維新の会の方いらっしゃいますね。あ、じゃ、あ三つどもえです、ね。いや、もう強敵ばっかりで、本当に大変です。でも、もう、あの、昨日の、やはり、一連の安倍さんのやつを聞いてても、やはり、まあ、安倍さんもおっしゃってましたけども。対抗する党はいないでしょう。いや、そんなことはないですよ。あの、政治はいつね、<ー>あの、ちょっとしたことで、大きく変わりますからね。<ー>あの、常に謙虚に。そう行、ね、かないといけないと思います。までも、もう関係ない、私なんか見て。 でもやはりこう他に具体策がないからだってもう入れるとこ決まっちゃうんじゃないかなとて思っちゃうんですよね。だって経済対策が 今一番急務だといううのは誰も分かってると思うんですよ今社会保障つったってそのお金がないわけですからじゃあ誰が稼いでくるのかつったら自民党員しかいないわけでいや自民党員はか稼ぐ <laughs> いやそれは全然誤解で稼いでいただくのは国民の皆様で、ええ、それをいかに有効にね、ええ、使うかってことを <laughs> あの国会議員がしっかり考えないといけないんでねあのあのやっぱり違いますか、ええ、全然あのそ,そういうことじゃないと、ねはい、は自民すで 社会保障に使うのは共産党とか公明党とかね弱者の味方でとかいろいろ思っうんですね。いや今国家予算のほとんどはもう社会保障経費ですからそれをしっかりあの効果的に使うってことはもうあの与党の責任でえ今おっしゃったような例えば。 全く当たってないいと思いますねもうねこういう官僚の方に言われるとほんと納得しますね元官僚の方に言われるね高級官僚と呼ばれる方に言われるとなるほどねと思っちゃいましたよ。 すまだ役人抜けてないって言われてまたす <laughs> すつい反省しましたいやもう選挙区に出ていただけなければこういう方と私も接する機会がなかったのでそんなことない本当に嬉しいですよだって霞ヶ関のね高級役人いんだとこら辺で飲んでてもねえ分 <laughs> を明かせないから、ね、いや飲む時間ないですよ <laughs> そりゃそうですよね。本当にねあのに私どもも忙しかったけど 今の国家公務員の人は地方公務そうだと思いますけど。本当に夜遅くまで働いてね、申し訳ないですよ。ええ。ああ、霞が関に対して。彼らね、本当によく働いていただいてるしね。メッシュホコって、日本の公務員のこと言うんじゃないかと思います。そうですか。ただ、それが誤解されてるところがね。そうそうそう。一部の人がね。え。一部の人がいろんな問題を起こすじゃないですか。うん、まあ。意外と。 まあ問題というか、まあ問題、いろんな職場でありますからね、それはね、マスコミだってそうですね。だから、あの個別の事案で全体を見失っちゃいけないと思いますよ。でもその気持ちを持って、私たち庶民も総動員して一億人が働いていけば、日本って変わるんじゃないんですか。役人とか政治家に文句だけじゃなくて。 こう言って一般の私たちが一生懸命働く一人一人が素晴らしい意見意識改革をして働くってことが一番素晴らじゃないですか。すただそうなってないんですよね、はい、今ね。もう政治家のせい、役人のせい、会社の上の人のせい、そのマインドだけで生きている。うん、そして老後が心配だからお金は使わない。人にもご馳走しない悪い社会風土ですね。まああのまあ。あ そんなに極端じゃないと思うんですけど、ね。そうですか。比較的日本人は、<laughs> はい、そこら辺は倫理観が高くて。はい、あの世の中全体を見,見,見通すとね、うん、日本人は。あのそんなにね、あの人の悪口を言ったりする民族じゃないと思います、ね。どこにいるんですか。スペイン人とかですか。ええ、スペイン人とか,か。いや、僕はわかりませんけど、はい、あのこの間ミャンマーに行ってきましたけど、ね。はい、ミャンマーの人もね、ええ、人の悪口言わないんですよ。 日本と同じです、ね、れで今自分がこういう状態にあるのは、はい、自分が招いた結果だっていうそういうそういうあの、ね、心情なんですよそれはね<ー>仏教の教えを子供の頃から勉強してそうなってるんですけど、えー、日本人もね、うん、少なくともすく昔の日本人はそういう気持ちがあったと思いますよそうですか今だってあんまりそんなに声高に人の悪口言うと、えー、あの人はよくないって言われるでしょだから政治の周りはすごいですよね人の悪口を言ったたが勝つみたいなね。 それががずっと20年続いてきたんですよね批判がベストだってことこだからそこら辺がね批判をすることが政治のあり方のような風潮がやっぱりよくないんで自分はこれをやる、うん、自分はこれをやるっていうそういうことを言えるんで、うん、あいつはダメだとかね<う>この政策はとんでもないとか<う>これは失敗だとかね、うん、そういうことばっかり言ってると国民が嫌になっちゃうから、うん、う私たちはこれをやります。 私たちはこれやりますということですね政策論争を今回のね,ね選挙でもやりたいと思いますいや。やりたいんですけど出揃ってないんですよね野党からは。それがちょっと残念ですよね。うん、あのー、でも普段考えていればすぐ出るはずです。そうですかこれからですか。だから普段考えていないと出なくて批判合戦になるかもしれませんね。うんそうですね,ね。幸い自民党の場合は普段常に勉強して考え続けてきたということで、うんで,すね、ですから今回の選挙も。うん あの突然ねなんか考えなきゃいけないっていうことじゃなくて普段の延長線上で今の時点でこれをやるべきだってことを束ねればすぐできてしまうこれはね私は私自民党のね 素晴らしいいととこだ思ますただ野党にね下がった時なんかは谷垣さんなんか見ると人の悪口しか言ってないんじゃないかってことでね当時はええとか思いましたけどそんなことなのよくスイッチして元に戻ったいやいや当時もちゃんとね与党に戻った時のために政策をしっかり考えて勉強会したんですよああ野党ででマスコミだけにそういう悪口を言ったとこだけ救われいやいや悪口なんか言ってましたかねそんなに言ってましたか ですね。そうですか僕は聞いたことないそうですか私の間違いでしたねちょっと別の人の私も偏見が多いですねはい。ちょっとありますねかなり偏った人間形成ですねはいわかりました失礼いたしましたはい。それでは行ってみたいと思います幸せと数年表ですこれを振り返ればですね武田井俊介さんのですね反省がわかるということで1956年生まれどちらに誕生ですか あの、安住野市、はい、今の安住野市で参りました。じゃあ、もう、落花んではなく、ご地元で出馬ということなんですね。そうです。はい。あの、両親とも、学校の先生でございまして。そうです。田中、田中康さんみたいですね。田中康は僕のね、ええ、高校の同期生なんですよ。え、じゃあ、同い年なんですね。<laughs> 同い年ですよ。そう、今執筆活動してますよ、この辺で。彼のが年が。 数ヶ月上かな。そうです。たなぎはそうしてるんですか。もちろんで、高校生とかしてますよ。やばいじゃないですか。やそうちゃん、高校生読者モデルで。あ、そう。そう、やそうちゃんといろいろとったり。あと六本木で遊んでる。そう、僕もその頃、ちょっと、ちょっとね、見かけましたけど。見かけました。誘ってくれませんでした。そうですか。でも、自慢なんじゃないですか。こういう友達がいると。最初はね、面白おかしくて自慢でしたが。ええ。どっちもね。私の方もね。その後ね、彼がその。 自治体の首長になった頃から、うん、ちょっと違うなちょっとねあの雰囲気が変わってきましたねガラス張りの姿勢とかねえガラス張りの姿勢あっ<ー>県政とかってガラス張りの姿勢だけど本当にねガラス張りあのなんかぬいぐるみとかね、うん、いぬいぐるみに <laughs> あのなんかミルクをあげたとかねちょっと違うなっと <laughs> あ,<ー>あの。 ね、乗ったとかね、うそういうのありましたね。昔からぬいぐるみ、しょってや、なんかどっか行ってましたよ。昔はなんか、別のものを持ってたような気もしましたけど。<laughs> はい。でも、すごくユニークな人でね。お互い優秀な同級生ですね。うん、えお互い優秀な同級生です。一つはね、まあの、一橋、東大みたいな感じで。<laughs> いやいや、まあ、どういう観点で優秀かっていうのありますけどね。<laughs> まあ、あの、個性豊かな人が多かったですね。はい。大人になってから、会われてないんです。 会いましたよ何度も。会いました。ええ。いや、そう。この前、この前は自民党の党本部で会いましたけどあいらっしゃってるんですね。ドキドキおおって感じですか。やっとか。やっしーとか言ってね。やっしーって呼んでるんですか。いや、自分でね。あ、自分で。なんか三十年ぶりのなんとかクリスタル出すんですよね、今ね。ああ。そうですか。まあ、人を引きつ、引き付ける力ありますね。そうですね。ただ、人に引き付けを起こさせる力もありますけど。そうですか。はい。 いますねまいやっぱ文京地区というかね市南町から見感銘しますよはい貧しくとも家族一体の頃、はい、これ良かったですね貧しかったんですかご両親が先生ということいやだか昔は昭和30年代ですよ私はねちょうどここのねアルプスこれ大町なんですが、はあ、このね麓のに子供の頃住んでたんですちょうど黒部の太陽でねうーんあの 黒ダムを作り始めた頃でその時に大町小学校に私の父親が赴任してそれで子供幼少期をここで過ごしたと寒くてね当時お風呂なんかないから共同風呂ですよね。で雪が降る中ね観音橋というあの高瀬川にかかっている橋をとこ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 歩いてお風呂に行ってそれでまた戻ってきて風邪ひかないようにみんなでね暖かくってそういうね いいんですねあのの頃がね非常にワンスアポンナタイムという感じでねそういう時代がありましたそして受験勉強厳しかったでしょうねこの時代そして長野というね文教地区という受験勉強はやっぱり嫌ですよねでもすべてをねすべてとは言わないけど例えば女の子に興味がある頃なのにそれを断ち切って田中康代ちゃんは断ち切らなかったんです分かります僕は断ち切ってここからね彼に対するちょっとジェラシーが生まれたかもしれない それで <laughs> 無事大学東大に入りました。そう この頃は絶頂的で,ですね。東大法学部に入ったんです、ね。いやいや、この頃はね、もう、あの、まだ、あ、ね、ひょっとしたら、僕は優秀じゃないかと思いましたけどね。えー、もう、振動って呼ばれてるんでしょ呼ばれない。そうですか。みんな優秀なんです。<laughs> いやいや、僕はどっちかというと、一生懸命勉強した方なんです。努力家。あの、勉強しないでね。あの、楽々、いい成績の、なる人は、振動。えー、僕は勉強してなるから、普通なんです。そうですか。<laughs> えー、今、皆さんね、こうやって、今ね、銀バッジつけてらっしゃるから、こうやってへりくだって、喋っていただいてますけど。 多分口も聞いてくれなかったと思いますよ。当時は <laughs> あそれはね。そう,うそうかもしれないでしょ。あのね、無駄なことは喋らないですよ、ね。無駄なことはしないとそういうことね。あるんですよ。ね、なんか目標を立てるとそこに向かってやるでしょ。するとね。人付き合いとか。うん その、異性関係とかね、そういうことを立っちゃうんですね。ストイックなんですよ。それはね、大人になってビジネスにおいて、そうするっていう人は今いっぱい、ごまんっいると思うんですけども。その当時ね、長野にいらっしゃった高校生で、それをもう分かっているっていうのはすごいですよね。いや、分かってたんです。他にね、楽しみはなかったことない。でも、楽しみなくたって、いっぱいドロップアウトしていく人は、まあ、いるわけですから。その、自己規制っていうのがすごいですよね。それでね、まあ、だ、だめ入ってないけど、ちょっと、開放感に満ち あふれちゃって、はいはあ、マージャンやったりして。マージャンっそれ結局ね、ね留年をしてしまったということなんです。あ、留年したんですかしたんですよ。ね、そんな方が。それで、まあ、なん骨格を見にあった 上級職のね、はい、試験を受けたということです。はい、これはあのやはり東大入学された時からもう国家公務員になろうい<や>ということだったりしすか。いやそんなことそんなこと考えてません。そうですか。あの就職四年生になって就職しなければいけないということになって、ええー、そっからあのそっからねどうするんだみんなどうするんだとかね、うん、そ,うそういう感じです。大して考えてないですね。いやでも東大でもね結構マージャンに明け暮れてるとかドロまあ東大の中でドロップアウトした人は。 最初から勉強方法が違ったって言ってもでもね今になるとかえってそういう人がね人生のいろんな体験してね結構いいんですよそんなもんですそんなもんですだって僕らの同期で孫正義さんって人がね僕らの前後にいましたもんねあと坂本弁護士ってほらオウムでね犠牲者あの人なんかもそうでしたねだいいろんな人いますよ優秀な方はね香川俊介さんとかね知らない 財務省の事務次官とかね彼らもいますよ、はあ、あとエネルギー庁長官の、ね、上田君とかね、うん、今林野庁長官のねなんかもねじゃあもう今もう今みんな幹部でいらっしゃってね水を得た魚でしょこうバッチつけてもいや僕はだから,僕は,ら僕は途中でやめちゃったから、ええ、あの偉くならないで、ええ、あの国会議員になってねしかも、うん、見てください落選ですよ これから偉くなって車がついてね、えー、秘書がついてて直前で辞めたもんだから <laughs>、えー、すません何省に入ったんですか自治省です自治省,省今の総務省ですねもうね地方議会の上ですよ地,す地方自治体と一緒に仕事をする役所です地方自治体の上ですよ、ね、上じゃない上じゃないですか、ね、地方自治体の方が上なんですうん とか総務省って自治体が仕事をしやすい環境を整える財政環境とかね、うんうん、総務省がね自分で仕事をするんじゃないですよ、うん、自治体が仕事をしやすいあの制度公務員制度とか、うん、財政制度とか税の制度とか、うんうんね、そういうことを用意して、うんうん、こういう枠組みの中でどうぞ。 あのそ創意工夫に基づいたお仕事をされたらどうですかっていう仕事なんですよ。そうなんですかですいろいろ通達文とかね自治庁から当時今いろいろ来てたから。ただねあのそういういことなんですね国の組織の中に地方自治を面倒見る役所があるってことは、はいはい、それだけある程度国全体として。 同じ方向に行きましょうねって気持ちあるんですよ、うん、んだから点でバラバラでねあっちはこっちということじゃなくて大きな方向として、はい、国家の意思としてこういう方向で地方自治を進行しましょうねそれが大きいんじゃないですかね思っているよりじまてそあの遠慮しておっしゃってますけどかなり強いんじゃないですかそういう思ったことが通達になるんじゃないですかあの地方自治としては そここは、ね、微妙なところでねだから国家の意思としてあまり強く出しすぎるとそれは中央集権になってしまうんでそれを改めるために地方文献の改革なんかねしてきたんです私もやったんですよこのああ自治庁にいた時にそういう仕事をずっと地方文献って流行りましたねずっとこの20年前からね地方文献委員会の参事官もやったしねあと三位一体改革の時のね三位一体改革ありましたね切り込み対象みたいな補助金の整理合理化とか言ってね えらい、その時は苦労しましたね。それは地方自治に、みんな行ったりするんですか地方行政に行ったりするんですか?。地方に行ったりして。あ、地方も行きましたよ。広島県、群馬県、茨城県で。それぞれ地方勤務しました。あ、そうですか。で、群馬県に行った時に、結婚できてね。あ、良かったです。ね子供も生まれたんですよ。これが良かったですね。これがあの、ほう、状態。群馬県で知り合ったんですか?。いやいや、知り合っ、うちのね、群馬県で結婚したけど。あの。 女房になった、くれた人は。高校の後輩だったんです。はい、ああ、もう。お見合いですけどね。お見合い。ね、なかなかほら、忙しくてね。そ,うですねそんなにあの、モテる方じゃないんで。そんなことない。女性と知らう気がなくて、しかも忙しいから。この肩書き見たら、みんなひれ伏しますよね、<laughs> 女性、えー。みんなね、嫌がるそう、うん。鬱陶しいとかね。それでちょっと、あの、わずかに。 あの引っかかった女性に、あの子供を産んでいただいたということ、もう感謝してます <laughs> で。肩の怪我が一番。これはね、恥ずかしいんですけど、ああ群馬県に行った時に。あ,あ,あの伊香本線で、当時あの記者クラブの人と。医療会をやったんですよね。はい、で相手が朝日新聞の記者の方で、国体の選手でね。120キロあるんですよ。で僕もね、ちょっと中学の時まで、柔道をやったことあったもんだから、浴衣がけでね。 ちょっとこう技らしきものかけたら <laughs> 切り返されて <laughs> 大外刈りで肩から落ちてね <laughs> <わ>その場でけさ関節が脱臼で, <laughs> で地元の病院に救急車で運ばれて麻酔手術受けたんだけど <laughs> その麻酔がねよくなくて肝臓にね<っ>負担があって <laughs> 激症肝炎になってしまってね <laughs> とんでもないですねん3ヶ月ですのその時ずいぶん あの群馬県庁の課長をやったもんですから財政課長という予算査定の課長をやってて、えー、ちょっと課長がいない時に予算がささあのできてしまったという私とては非常に不本意なねそれでこれ肩のけがというそういうことなんですただ痛いだけじゃなくて、えー、県庁にもすごく迷惑かけたと本来ならそこでねあの総務省にお前帰れと実証に言われるところを当時清水一郎さんという非常に優しい知事がいらっしゃってかばってくれたということです。これはあのちょっと 恥ずかしい話なんですけどね。うはい。そうですかだから生病法は怪我のもとというのは、本当に、はい、あの、身をもって実感しました。はい、やりがいのある仕事に恵まれ。まあ、それで、まあ、戻ってから。本省の課長、実証の課長補佐とか、課長をやって。えー、結構さっき言ったように、地方賛美大会もやりましたけど、はいはい、地方分権とか。はい、あと、えー、地方消費税。を。創設したんですよ。私の時に。 まあ、あのもっと偉い人が政治的に動いたんだけど<う>私の場合は理論的に、はい、理論的に在当時の大蔵省とやり合って、えー、今の,あの財務省の幹部の方もね舞台君はやりすぎだからブラックリストに入れるから、えー、<laughs> あなたひょっとしたらこんなことやってると霞が関で偉くなれないかもしれないねっていうふうに、えー、すごくねあの適切なアドバイスいただきましたで,<ー>でもやり抜いたんですよ。<ー>そうういことありました ね、その時のねなんかこうやっぱり当時財務省は一番強かったんですよ国民福祉税を作ろうと言った時の財務省ですからすか国民小沢一郎さんって人がね、ええ、幹事長でね、ええ、その時にダメだということで、ええ、我々はやっぱり地方財源をなんとかしなきゃいけなんていうことで、ええ、あの時消費税が5%に引き換がる時に1%分だけね地方消費税を。 あの独立税源として作ったと。はあ、これがね、私は役人時代の一番思い出深い仕事です。それはやはり大蔵ラッと戦ったということです。まあ役人同士であとね、当時税の問題はなかなか今みたいに政治が決めるというよりも、はい、当時の自民党王国ですから、その時はね、あのまあ役所同士でね、話し合って両方、うん、で調整つけて持って。 てくれと、うん、だったら俺たちが OK 出すよってことだと、うん、調節つかないんだから、うん、それをどうするかっていうとこで、ね、最も大変な調整の部分でしょうねそれは政治が担えなかったですねあの時はね、うん、役所同士でやってこいって話だったででも当時当時はそれでもあれですね村山あの村山総理の時でしたからね、うん、なんとか中央翔子が創設できたんですよだからこれそれが自民党弱い時ですよね 要はね、なんかね年率の時だから鋭いですね。だからうまく丸め込めた。鋭いあのね、ねそうなんですよ、ね。なんかこう政治的にちょっと不安定になった時に何かできちゃうんです。ね、いやそんなもんですよ。なんかあの不安定になった時に何かできるんですよ。常に安定してるとね、ねあのそれでね固まっちゃうんですよ既存の制度か。だからなんか時々こうあのまあ政権後代もそうですけど、なんか政治的に ああの動きがあってねそこで何か隠れていたものが浮かび上がってくるという気がしますね。それはまあ政策の素晴らしさもあったかもしれないんですけどやはりその運でですすよよねねタイミング、ね、いやこ,れこ,れこれは自分たち当時ね、ええ、私たち例えば地方消費税を創設する時は上から言われてやったんじゃないんですよ。自分たち自らあの時は僕らのレベルの課長多さがみんな集まってああこれから消費税が引き上げる,引き上げるかもしれないと。ああ あのそうそうなると地方が持っている独自のいろんな税金がねなくなっちゃうんですよ消費税って恐,恐ろしい税でね、はあ、あの税率が上がれば上がるほど、うん、その他の小さい税が全部吸収されちゃうんですよ、うん、ゴーデスみたいなもんですよゴーデスって知ってます知らないです何ですかゴーデス細胞って知らない知らない要はね力が強くて全部吸収した人、うん、欲張り欲張り欲張り小僧みたいな感じで、ね、消費税がそう だから例えば消費税入れた時に電気税とかガス税とかねそういうのなくなったんですよ料理飲食と消費税とかねそれで今度上げる時は経由引取税なくすとかね自動車取得税どうするんだとかそういう議論で個別間接税を全部あのね取り込んじゃうの下手すりゃね取り込んじゃう消費税の中に内訳にに一緒そう でその時に消費税だけだと国税じゃないですか。はいええ、で地方消費税っていうのを作らないと地方の税源がなくなってしまうから、ね、ってことで、ううこ,とね、これはちょっとね、あ,<ー>あの俺たちが頑張らなきゃいけないと、うん、将来20年30年後のあの地方自治を考える若手が奮起しなきゃいけないということで、ね、当時ね奮起してやったんですよ。すごいじゃないですか。あの時はね一種のこう革命みたいなもんですよね。うん、で当時当時の実長の偉い人たちはね特に、うん あの税をやってない人たちは「はあ、お前こんなね無駄なね無意味な戦争を仕掛けてねどうすんだ」と「大黒氏怒ってるぞ」と「うん、交付税がまあちゃんとさ整理ねちゃんとつかないかもしれない」うん、お前らお前責任取れるのか」なんてね,ねそう言われてね敵は本能寺だったんですよ。<laughs> <ー>それをねこうしっかりね我々青年将校ですね<ー>スクラム組んでやったんですよ。素晴ららしいうだからもう 何自分がそ,、うん、その組織の中で偉くなろうとかいうことじゃなくてうん、うん、今これやらないとうん、うん、地方が地方がおかしくなっっちちゃうっていうい気持ででやったんですよ,そう,ですよそういう火の玉的なことをやっ,てやったりねそれがやりがいの仕事の一つ。なるほどね自民党も、ね、竹下政権で消費税を上げてもうずっと死にたいになってるわけですからこういう人が、ね、バーンって出てくるじゃな消で税は 竹下さんの時は国税としていれたけどね二、はい、度目消費税上げる時は最初上げる時は地方税として地方消費税も創生するっていうことをね考えなきゃいかんってことでこれ下からのボトムアップだったんですよそれでやったんですよこれはすごいここれは僕ねその経緯をちゃんとね本にまでしてねなんていう本ですか地方消費税の 理論と実際。うわ、難しそうな本ですね。難あの理論的なことをきっちり書いてね。今すごいわかりやすく言ってくださってますけど、上の方。で、あの結構難しいんですよ。主要消費の理論はね。シムケツ主義とか原産主義とかね。あのいろんな理屈があって。当時、あのきちんと理解して説明するのは大変でした。そうですか。はい。 だ議員をね、丸め込むなんて簡単だったんですよ。いや、いや、<laughs> それが今、バッチつけてますからね、今ね,ね。あのね、どういう戦いになってるんでしょうね、今ねあ。あの頃は議員が相手じゃなくて、やっぱり役所同士なんですねああ。役所、まあ、でも、一番それが。大変なことですよね。<うん S 1> 同じレベルの争いですから、ね、同じ知識を持ってる人たちねはい、はい。向こうのが上です。あ,あ、そうだ、大蔵省の。ええ、うん、れは全然違います。ネットワーク違いますね。もともと頭にしね。ま いやでも同じようなんじゃないですかねいやいやちょこっちはねちょっとあの息だけが盛んですけど麻雀 <laughs>、ねはい、ばっかりやってましたから <laughs> すごい上のどんぐりのセイクダメね、うんはい、使い方違うけどねはい <laughs> ロン。ロンドン勤務あ、これはね実は私一回もね外国経験なかったんです珍しいですね高級官僚でねでさすがにねね、五十近くなってこのままね終わったんじゃねなんかやり残したことがあるんじゃないか <laughs> どうしてなやっぱりねそれは旧自治省というところのねキャリアアップの仕組みにね課題があって外国行くとね遊びに行くみたいにみんな思うんですよ当時は。まあそんなことないですけどね。とねお前こんなね例えば地方自治体に執行して課長やるとかねそれを犠牲にしてお前留学なんかしてるとお前偉くなれないぞってそういうことをみんな言うんですよ。 そうですか。そうだったの実は。でなんかねあの実証に当時の実証にはそのあの留学した人たちの集まりにあってね、はい、内外クラブっていうんで。内外クラブ。なんかそこで留学経験者がキ人ン返事が多いなとかそういう噂が当たったりしてね。 お前もそのグループに入るつもりかみたいにそんなこと言われたりしてねひどいひどい言い方でしょすごく保守的なんですよあそうですか人の育て方がそれがそれ,それが私もねつい真に受けてねまあ行きたかったけど我慢してたでもさすがにねもう我慢しきれなくなって一回はね行きたいでロンドンねたまたまポストがねあの国際自治,体自治体国際客協会という。 とこころのポスがてそにった<ー>で3年くらいいるつもりでいたんですけどね<ー>そしたら選挙、ね、選挙挙ね <laughs> 地元の方から<ー>あの民主党の、ね、<ー>現職がいるんだけどじゃあロンドンに行って出馬を決めたということですかそうなんですよだからロンドンに行って分かんないでしょ地元のこと。だから いいことしか入ってこないわけですよ。ね、もう見一つで来ればみんな支えるとかね。<laughs> 嘘ばっかり言うんですよ、ね。よ、ね、いろいろ名板もね、<laughs> 看板も全部揃ってると見一つで来ればいいみたいなことを言っていったらね。 なかなか厳しいですね。そうですよね。そのうち。裸で外出されて、ねね。当時麻生さんの時でね、だんだん支持率下がって、ね。<laughs> 俺なんかやめてきたけど、大丈夫かって <laughs> よくやめましたね。いや、だから、犠牲は大きいんですよ。でも、ロンドンに行って、またすぐ出たって、なんかちょっと感じるものがありますね。なんか霞が関で問題を起こしたとか、嫌になったとか、<あ>なんかそういう。問題を起こしたことはないですよ。ないですか。すみません。うん、それはね。そ、ねうん、え。ないない。ないですよね。<laughs> 絶対ない。 でもやはりこんな年になってロンドンに行くっていうのは、まあ、行きたいって今、いろいろおっしゃってましたけどもう本当にレアなんでしょうね、きっとね。い、ね、そんななことなですすよ最近は結結構構ありますねす結構あの年取ってから、ね、昔みたいに若くね管理職になれなくなってるから、ねうん、あの定年までいる人が多いから昔はね50歳で時間ですよ。 今近くそんな変わったんですか昔は50歳ぐらいで次官やってやめて国会議員になって奥野誠介先生っていたでしょ知らないですすいません今100歳超えてますけどあの方は確か49か50で次官ですよやめてから国会議員になって大臣までなってるんですよ奥野誠介さん昔はだから池田勇人みたいな今は役人で次官までやって国会議員になるっていう人はまれにしかいないね なじゃあだからそこら辺で海外行くわけですねだっていわくの時代じゃないんだ,だから,だから,だ,からだからあんまりね、ええ、あの年配になって居、ええ、座ってると、うん、若い人がね良くなれないからね時間になる道は正直なかったんですかいや分かんないいればなったかもしれないねなったかもしれないでもね私はねやっぱり思い入れが強いんですよこの見てくださいこのアルプス、はい、<laughs> こういうもとで育ってね、ええええ やっぱり50近くなってこれ、うん、これから自分の人生をどういうふうに過ごそうかって気持ちになるんですよ、うん、誰がそうでしょその時にねあとまあ数年ね10年くらい10年い,、はい、いたらすごいんだけど、はい、10年近く役所にいて、はい、成し得ることと、はい、あるいは自分が自分の生まれるふるさとに戻って貢献できることを比較してどっちがいいかって思っ、はいうん、考えていくんですね思 た時期があったね無さんでも考えるんですねそしたらねなんと落選ですよこのロンドンでやっぱ出馬決意だってよく分かってなかったんですよ日本の状況が、ね、だからねなんていうかな嫁遠目ってこのことはね、うん、嫁遠目綺麗みたいないや今日は昼,昼間ですから、ねね、嫁遠目でねだからそれは自分のこうなんていうかな願望もあったかもしれないけどやっぱり 半ば話半分という気持ちを自分でこうだましながら自分の気持ちをこう高めていったっていうことでしたね一応あれですかこういう方でも公募されるんですか一応は手続きとしては。あの時は公募じゃなかったけど事実上はね、ええ、あのいろんな人の話があったんだけど、ええ、自民党の関係者が、ええ、やっぱり自民党の候補者は地元の人がいい<ー>地元にね地元出身で。 しっかり仕事が できそうな人がいいって気持ちが強くて、そういう声が自民党の県連に言って、それで選んでくれたんですね。で、私の方にも私もそういう気持ちになってたし。ま、県議とかでね、下からずっと早がってきた人なんて絶対なりたい人いたと思うんですけど、こういう方が来ちゃうともう誰も手挙げられないですよね。なったないよ <laughs> で。そんなことない。じそれは重要だと思いますよ。うん、いくら地元大卒がうまいっつったってね。いや,いや、ただね、残念ながらね、うん、私が出た時の現職はすごく強いんですよ。 さっきの例のね、例のね、ほら、郵政選挙の時だってね、ダントツで勝った人なんだから。親が、親がね、大臣とか。あ、ってますらだからね、そういう人に歯向かう人はいない。いない。その人もね、そこそこ。だからね、私もだからね、すごい戦いなんですよ。よく地元にいて知ってたらね、やんなかったかもしれない。知らないから。だからね、知らんのが仏ってことは、このことだね。でも。 知らない方がいいこともあるってことですねでもまあ落選して3年3か月ですよ頑張っ大変ですこれこのどうやって食っていくかどうやって頭下げたのどうやって食ってか食って食べるの大変ですよね自民党の党費がねそんなのはね活動経費でなくなっちゃうからその事務所維持とか50万もらうけど50万じゃ到底賄えないしねじゃあどうやって生活したんですか 教授になったんです。二人<あ>で,ですね。で、地方自治を教えて。今も教授のままなんですよ。あの、休職してますけどね。自分のことはね、やっぱ自分で稼ぐって素晴らしいですね。別にも支援してくれとしましたけど、まあ、基本的には、神奈川大学の給料。あの、週にね、えー、しっかり神奈川大学で教えて、残りの特技を地元に行って、それで、高校をしのいだんです。初めての民間。<あ>民間。 民間中華民間ですね。でも楽しかったですよ。若い人たちとね、あのゼミとかね、大学生とか。ゼミの子供たちをね、学生を連れてくんですよ。地元にで洗脳してるんです。特にね、洗脳しちゃいますよ。されちゃいますよ。こんな優秀な方に教えてもらうと。中産階級のね、あの村に学生連れてきて。 地元も喜ぶわけですよ、ちょっと大変だけどね、バス出してくれたりして。ね子どもたちもねあの、ああ、こういうところであの生活が行われてるんだって、いいんですよ、だから学生をね、これを連れてきて、はい、すごい、ゼミを勉強をするとか、いいそうです、よね地域も元気なの、ね、学生もね、目の鱗ですよねうそういうことをやってなんとか にすみません、地方自治ってどのことを教えるんですか？えっと地方自治ってどういうことを教えるんですか？地方自治もういっぱいあるじゃないですか。それをどういうふうにわかりやすく？いや、たやたもう僕は格論ですね。ええ、格論どういうことですか？例えば、ええー、県会議員と国会議員とね、市町村議員ってどう違うかとか、ね、誰が一番偉いのか？そうじゃなくて、<で>松井の順番で誰が一番早い話しとかね、動き方の違いとかね。あとはまあさっき言ったようにあの地方のね財財政制度の中で。 こう,こういう制度を入れた時にはどんな議論があったかとかね、うんうん、だから動きの中で制度ができることをあの動き方って例えば例えば地方議会だったらその選挙があった地方の中で活動するんですよとかいや<と>そんなそういう話じゃなくて例えば県会議員の行動パターンはどうかとかね国会議員の行動パターンはどうかとか例えば同じ選挙の時に、うん、国政選挙の時に県会議員の先生方は どういうふうに協力するのかしないのか。うん、で国会議員はどう動くのか。うん、で、じゃあ、あもし、県会議員が動かないとしたら、どういう理由で動かないかとかね。そういうか、人間臭い話をするんですよ。<ー>それと、結構受けるの。生々しくね。今,今、今、さっさりがあるから言わないけど、ね。ちょっと裏の,話ものすごい確執がある話を言うとね、みんな、<laughs> へえってなんかしてね。あ、うんはあ、それ楽しそうですね。面白いなととてもあの。 議事録に書けないけどね。面白い話いっぱいあるんですよ。僕は身をもって体験した話は、というわけですから。だってもう。しない。だって一回選挙をね。買いませんから。選挙を体験して話してるわけですからね。すごいことですよね。だからね。いわゆる、こう、机上の議論、議論じゃなくて。今まで機上だったんですよね。申し訳ない。いや、こっちだってね。僕、地方自治体に出向したりして。機上じゃない。できるだけ、ただね。国会議員になって。勉強したのはね。その。 県庁で仕事をしたのとはまたレベルの違うね,ううねあの地元密着型だね、うん。だっていつも同じこと言うけどとんでもない努力してない人が文句言ってくるんですよ。前に言われる筋合いないってね多分ね百万株持ったと思う。ねあのね,ねそれは違うんで。違いますか。あのその人はそのそう言ってくる人は。 言ってくるだけの事情があるわけですよ。うんうん、で我々はね、そういう声を一つ一つちゃんと聞かないといけない。聞かなくちゃいけないんですいやそうだってこれ<私>このバッチの意味知ってますか。知らないです。加藤光一先生って前の自民党の幹事長このバッチの意味を教えてくれたんですよ。何ですか。このバッチの意味は地元にいたいるときはこのバッチは有権者の声をね録音する収音機だってね。で長田町に したらこの集音機を拡声器に変えて必要なことを言うあのねそれが正しいかどうかじゃなくて、うん、こういう声がありますとすでその声に応えるためにどういう制度を作らなきゃいけないそれを考えるのが国会議員でこれはね,これはねあの有権者の人にいろいろね説教するね道具じゃないんです、ね、聞く道具なんですよ、ね、と教えられてすごいなと思いました。 いやでもこういう人がね本当に説教しちたら大変なことになっちゃうからもういまだ説教しがちなのあるでしょ <laughs> <はい S 1> するとねいやおっしゃる通りですが実はねってばっ,っとなくなってこれはねだめこれを言っちゃうとね相手はねあのなんか打ち負かされたみたいな気持ちになっちゃうとでもで119人いろんな方もうこういう優秀な方とかそうでない方とかいろんな方がいてこういうふうに切り返される人は少ないんですよ。嘘 <laughs> 言って あとはねみんな返せないで聞いて終わってね受け止めて苦しくなってもうだめだみたいなねそういうパターンもそいですしそんないないでしょういますっていま誰とも言ないですだかこういう上の人はねもう本当に貴重でしょうね苦労してますからこれこれでそれなりの苦労があるんですよね3年3か月ですからね いやでもよくね生き延びたいと思いますよでもね3年3月実はこの前から言うとね 1, 1年くらいやってましたから結局4年足かけ5年くらいかけてようやく国会議員になったんですよでも今度わずか2年ジャブで <laughs> <laughs> これは早いねこれはねこれはちょっと安倍ちゃんって感じでちょっと安倍ちゃんと、ね、確かにしかも,なも700億ですよね700億選挙のお金いやそれはね億は 民主主義のコストとしてね、そんなにね、あの高いとは思わない。でもやっぱり貴重な税金ですからね。はい、そんなに頻繁にやらない方がいいと思いますよ。<laughs> でも七百億って一人当たりいくらかな？日本人でやるといくらですか？五百円くらいでしょ？五百円くらい。うん、じゃあ私五百円を持って選挙行くようなイメージで。そう、五百円出して選挙を。うん、万コイン選挙ね。そ,それが高いけどうかねなるほど。この間ね、あの地元で聞いたらね、この七百億円かけてやれる一人一万円配った方がいいって言うんですよね。 おそらく言ますが一万円配ったら一兆二千億になります。<laughs> <laughs> あ、そうかとか言ってね。やっぱりロットが大きくなるとわかんないね。 そういう話がすぐねできるっていうのがやはり役人ですよね。かっこいいよね。いや今のはすごい皮肉だね。そんなこと本当に思ってるんですよ。ありがとうね。私高学歴の人が来ると喜ぶっていうね。自分にないものを持ってるからすごい高揚するんですよ。いや,いや学歴、ね、学歴は僕は大経なんか出てないしね。重要ですよ。普通のあの学ってない学校,学校ですから素晴らしいですよね。そうですか。はい。はい。まあ。 はいそしてお父様亡くなったんですねこれはね学校の先生だったでもよかったのはね親父が当選を見極めてそのこれも運命だこういう運命と必ずねそこまではね選挙ってあるんですよいや去年だから当選見極めて亡くなってねよかったってましたよいやこれは本当そうですねお母様はお元気なんですねまあまあですねはいそしてまあ 今 2, ヶ月あ 2, 年2年足らずのバッジをつけた活動なんですがどうですか実際はあの。私としてはね精、はい、の精一杯活動させていただきましてね、えー、あの実はね消防団をね処遇改善とか活動しやすくするための、ね、法律をね、えー、去年の臨時国会で作ることができたんですよ。えー、これ議員立法でね消防団地域 消防団を中核とする地域防災育の充実協会に関する法律という法律ですけどこれはね結構受けた井上さんも言ってたでしょうね井上さんたちと一緒にやってね私が事務局長で法律書いた。 井上さんがね現場って感じでこっちが上で白い、いいよねい。お相撲さんですけどね。<laughs> 私は井上さんとでもあの体験は似てると言われてるんです。親近感を感じる。井上さんはもっと大きいですよ。大きい大きい。人物も大きいね。<laughs> そうですか。あのそれができてねこれ良かったです。で、あのもう一つねこの五月にねグリーンリポで山の日をね、はい。 国民の祝日にする祝日法の改正をね<ー>、えー、実現したんですんそのことをこうやって本にねまとめたんですよ。<ー>山の日8月11日,11日これ再来年の8月11日からね国民の祝日で休日になります丸川さんもま書いてるです、ね、丸川先生もあの入っていた江藤清志郎先生とかねはい、はい、あと谷垣先生ね定川先生と。 が中心になって、で超党派でやって、これもね、できたんですよ。すごいですね。そうです。こく、祝日一個増やした。ん二年間、これ一億二千万全員に関係するんだから。ね、祝日が多くて、大変自営業とか、すぐ休みになっちゃうから、困っちゃって。あの、そういうとこ。こら辺のね、あの飲食店ね、もう祝日恨んでますよ、みんな。だ、もうこれ以上ね、増やすことは難しいと思います。ただ、それぐらいですか、また、あの、流動するんですか。もうしません。これは十月十一日。特定の日です。 だから、ハッピーマンデーにはしないんです。ハッピーマンデーしないんですね。あの、今ね、敬老、はあの日とか、ねあの、祝日が多くて困るっておっしゃった、確かに多いんですよ。えー、多いけども、日本人はね、えーはい、あの有給休,休暇は取らないんですよね。平均でね、年間八日九日ぐらいしか取らないんです。だから、結果的にね、年間で、実質休む日はね、まだまだ、あの、先進国のが多いんです。うん だから本当はあの休有給休暇取ってもらえばね、うん、いいんだけど取らないです本当に取らないです怖くて取らないみたいなねだから,らま,す、ね、まあせめてこういう祝日を増やすことで、うん、ということもあったけどまあ山の日に関してはね、うん、もう最後かもしれないね、うん、16番目、うん、よかったですねで海の日の次です。 海があって山がないのはおかしいっていうそういうこともあったんででもただ8月11日っていうのはねお盆のね前だから、まあ、前日だからそういうことなんですよ素晴らしいですよね、うん、実はね実はねあの年間の12月の中で祝日がない月が6月と8月があったんです、うん、で6月に入れようって話が最初あったんだけど、はい、そしたらね経済界からクレームがついたんですよ ようやくね新入社員取ってあのゴールデンウィーク明けてようやくね夏休みの間これから働いてもらおうという時にまたね入れられたらまたね元に戻っちゃうとやめてくれと面白いですねその理屈ほいでじゃあ入れるんなら8月しかないと8月しかないとで8月はもう夏休みでだいぶもう休み取ってるから、うん、だとしたら8月のねあのお盆の前くらいがいいんじゃないかということで8月12日、うん が8月11日としたんですが、実は8月10日はね、ええ、あの群馬県で押川山に二高じゃが落ちた日でね、だねまだ生々しいんですよね。うねうねもう23年も前だから、うね、もういいんじゃないかって議論もあったんだけど、でも群馬県の関係者が強い反対がありましてね、そ,ねそれでちょっとあの遠慮して8月11日、そしたらね、そしたらそれがね結果的にはすごくいいんですよってこう山でしょ、ね、<ー>山の裾野の。はあ 木でしょ山と木がきれいに揃った素晴らしいですねいや本当そういうこともあってねまあ山を象徴する日であればいつでもいいんですこれはっきり言ってねでもあとでね後付けの理論になるとね実はあのね槍ヶ岳に初めて登ったお坊さんでって人がいるんでこれが千年天保年間に登ったんですけど その方が笠ヶ岳からという山が岐阜にあってそこから槍ヶ岳を見たときに槍ヶ岳にね仏様が現れたっていうんですよ。これはねこれがねそのブロッケン現象が笠ヶ岳から見たブロッケン現象が槍ヶ岳に現れた日が8月11日なんですよこれは後から聞いたけどねこれ実はその私の私先祖がね。 天保六年千八百三十五年にその万留将にとしてやり当たり登ってるんですよ。す六、ね、代前の先祖がね。そでそのことをうちのあの家の古文書にね書いてあってね <laughs> これはいいんですよ。古文書があるうちってすごいですね。やっぱり違うんですね。ええええあのうちのね農家でねずっと古い農家でねあの優勝,優勝正しいかどうかわかりませんけどうそういうものがあってね,ねあのそこに書いてあるんです。 でそういうことも、あのーまあ、一つのきっかけとなって山の日を作ろうとだ,だから今話なくなりましたけど消防団の新法と山の日の祝日法、はい、これをね一<つ>、あのー、期目でね、ええ、法律として成立させたんですよ。これが成果ですよんか打率はね二段階にこの臨時国会でもう一つね、ええ あの都会の子どもを農産村で1週間、ええええ、1> 学校教育の一環として滞在して、ええ、生きる力を育んでもらおう、ええ、結果として農産村も元気になるという法律をね、うんうん、用意して、うん、野党ほぼ全員 OK 取ってたんだけど、うん、この会期がね,ね<え>解散になったんでちょっと国会提出まで至らずに終わってしまいましたですからぜひねあの次の国会で私が当選させていただければ。 まずこの法律を議員立法として国会に提出して子どもを元気に農産村元気に都市と農村のお互いの気持ちの共感をね育もうということをねやりたいと思ってます。ぜひ。はい。わかりました。もうちょっとバッターボックスに次に立って三打席目のね。もう選挙体制ですよ。三段積ただこれこれやりたくてしょうがないんで。<laughs> はい。そのためには何としてもね当選しないとできないそうですよね。まずは当選ですよね。はい。わ、はい、かりました。はい。 幸せどうす,年です、はいえー、最近の政治トピックスですます、あ、だぶってしまうと思いますがね、何か、皆さんには政策的なことを話してもらいますが、もう2つ政策をね、ああのー、決めたということで、はい、えなんかありますと、法案,ね、法案を決めたということで、ね、なんか、ご自身の政策というのは何かあるんですかだから今、ご自身、僕はね、えー、地域再生を、えー。 実行するための具体的なプロジェクトをね、ええ、あの考えていきたいと思ってます。<ー>今一番、あのね、それ地方創生の話ですか。地方創生に一番効果的なのは、ええ、なんですかバイオマス発電です。何ですか、それ、第三のエネルギー違う。再生可能エネルギーの一種で、バイオマスというのは。地域にある木材、<laughs> 木資源。なんか先生に違うう、これはね、これはね、<あ>例えば森林資源をね。 あの材木として活用しつつ、はい、余った残ったものをチップ化してえ<っ>えのバイオマスいわゆる木,木質、まああのバイオまあ、植物性のね、はいえー、げ原料として発電するんですよそれで。はい、するとそれとはあの まあバイオマスだから再生可能エネルギー、ね、それは地方再生,創生にいいっていうのは長野だけ？え、全林業林業にいい。<あ>じゃあもうすごいじゃないですか。あれが出たら山が元気になるわけですよ。元気になった上にあの発電してあの売れるんです。はあ、でねあの地域にお金が落ちるんですよ。だって発電所もそこにあるんだから。はあ、今はね日本の電力供給システムは非常に中央集権的で。はあ あの私の田舎は中部電力ですし、まあ、東京関東は東京電力でしょ。それで結局その大都市にあるかあの発電会社に、はい、が宴会部で臨海部で作ったあの火力発電とか、まあ、今原発今ちょっと止まってますけどで長野県に電気を供給するんですよだからまあ精査してませんけど例えば長野県だけで言うとあの中部電力に 2000億円くらい、ね、電力料金払ってるんですよねでだからそのまあフですけどねその額をの例えば半分でも、うん、長野県にバイオマスということで落ちればね1,000、うん、億回るわけですよ。巨大巨大な額しかもそれは林業にも入るしあの発電事業者にも入るしねっうバイオマス発電っていうのはあの市町村単位の小さい単位で作るのが ヨーロッパでで主流です私<ー>この間ででヨーロッパでどこでデンマークとオーストリアに見,、はあ、見に行ってきたんだけど<ー>バイマスっていうのはバイマス発電は大体5 0 0 0ットくらいの小規模のものが多いです。でしかもそれ地域の人たちが出資したりしてね、はい、共同組合でやってたりしてうん、うん、でデンマークなんかねあれですよあのストローわら。藁 わら発電でですかあこうん麦でしょパンの材料で麦のね麦のあのストローがね余って大量にあるんですよでこれを刈り取って入れて,てこれでストロー発電であの農家の人はストローを入れるとね一束いくらって売れる,る、ね、でしかつ農家の人が自分でストロー発電所に出資しているで電気はまた <laughs> ね、発電会社が買ってくれる。すごいですよ。だからね、農家、農業だけで生きてるというよりも。うんうん、発電収入でね。うんうん、あって、農業が。永続的に営める。営める。オーストリアだって同じですよ。それ、どうして日本は今、あのー。やってない,っていう。日本はね。だから、そういう大都市。っいうか。でっかいのを作って。パーッと送ろうと。<ー>そういうね。 なんていうかこれこれで一つの考え方なんだけどそういういわば電力の拠点集中ね <laughs> それでやってきた、ね、そそのだから大企業でないとできない,い,い、ね、でその代わりあの個々の家庭は大,あの大都市にお金を払って供給してもらう、はい、でもその結果地元にある資源が使われないです、まあの使われないままで来てしまった。でうん 山林はあり果てて、しまっている。<laughs> 今なんかね、例えば、あの、こ、稲、切る、刈るでしょう、稲。稲刈るとね、はい、稲燃やすんですよ。ーヨーロッパだったらイネ、稲、稲、稲のね、うん、あの、稲藁をね。資源なんだ。資源にして燃やして、発電所の中で燃やすんですよ。今、ただ、て、ただ燃やして、煙立ててね。 空気をもしてるだけなんだから。だから循環という概念がないんですよね。これ日本のね、これだけ素晴らしい日本が。エネルギーに関しては循環の手段がない。循環と一緒です。まる、まる、すべて無駄、無駄なく。こういうことをすると。必ずや地域は元気になるし、雇用も生まれて、若い人が戻ってくる、地域のお金が循環するから、お金もね。外に出ていかないんですよ。こういうシステムを行うために。 例えばバイオマス発電みたいな地域の資源を使って地域にお金を還元するこういうことが大事だなと思って今そのそのね再生可能エネルギーの,あのプロジェクトチームを作って僕,僕はバイオマスと水力の所作を拝命してねそういうのもやろうとしてるんですよ。だかから何をを言いたいかといたたととう地域を元気にするための プロジェクト、格論のプロジェクトとどん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 ,どんど踏み込んで作っていきたいと思います。いすそう、まあいずれ立法することになるかもしれない。例えばどんな法律にあんですか。バイオマス発電の推進に関する基本法とかね、うん、そういうこと。うんうん、すぐ作れすぐ作れちゃうた、ね、りする。いや買取価格は書いてあるけど、でも例えばですよ。買取価格制度、うんうん、買取価格例えば買取価格でもバイオマス発電にあのあのみんな一定のフィットは一定なんですよ。うん、一定 大きくても小さくてもいいってだから大きいほど割安になるんですよでもバイオマスみたいなものは例えば小規模なほど買い取り価格を高くしてやるとそしたらね小規模でも採算が合うしかもね電気だけじゃダメだから熱供給ね熱供給をあのやれば寒いとか長野県なんかいいんですよ熱供給そういうこともセットでやると採算がどんどん取れるで熱供給をやるとなると あ,のあんまりでかいとね熱付きしきれないからできるだけこうまとまりのある範囲内であの目にまあ,まあそんなに狭くないけどある程度のね行政町村単位くらいのところで一つ作るとかね分散型なんですよ。早くやってほしいねもうだからこれはね私はね本当にねもっと早く気がついてやっとかなきゃいけなかった。何をきっかけで気がついたんですか いやそれはもう前からあるんだけど、えー、やっぱり日本は原発と大規模火力でやってればもうこんなん燃料会社任しときゃいいっていう発想でやってきたからまあエネルギー庁もねそういう再生可能エネルギーに大きく踏み込むような議論は残念ながらしてこなかったで日本国民もそんなことをやんなくてもいいじゃないかって感じでいた。でもねあの原発事件が起きて これからどうするかってことを考えると、うん、やっぱり地方創生とセットでね、うん、エネルギー問題を考えていくことが、これからすごく大事だと思いますよ、うんすよね、これ、政治家の責任ですよ。だから商品券配るとかね、なんか配るとか、それ、小手先のことじゃだめなんですよ。それもやるんですよね、安倍さんね。あのねエネルギー転換なんか、一朝一夕にできないから、今いいやっぱり10年、20年でやるんだけど、でも当面の足元の景気をどうするかってことはね、ね今だって例えばね、 アイデア出てるんですよ、今度の補正予算、組むでしょ、安倍総理言ったでしょ、三兆円とかね。すると、例えば地方自治体がその地域の商店街で使う、住民の方が使うプレミアム商品券を出すような場合には、これを補助できるとかね、こういう仕組みをね、議論出てくると思いますよ、それはそれはそれで必要なんですよ、今食べるパンと、それから長期的にね、どうやって切ってうそう。 いやでもね今の話聞いてね悪いけどあの発展途上の国でゴルフとかするとそこら辺の,ねあの子どもたちがねゴルフボールをもうね取ってきてこう私たちに渡してチップとかで稼いでるんですよ、やっぱそういう気持ちを日本人はもう一度思い起こさなくちゃいけないですよね、これ自分たちで稼ぐっていうね。 を言お言おうとしししたたた指摘かかかかんない分かんないはりました最近ののののストピックスでで<っ>今だから言えるあの日のあ日の出来事です、はい、これはね、はい、さっき言った話肩を脱臼して。あ あれは本当に、ね、私のあれ死か肩を脱臼してし輸血はしない肩を脱臼して、ね、あの麻酔薬ハローセンスという麻酔薬が体に合わなかったんだねそ,それでね激症肝炎で GOTGPT、うん、が1500とか言ってね「はい、これひょっとしたら危ないんじゃないですか?」とか言われて。うん だって群馬の大学もなんかいろいろね副校空なんとか私立でねいや大学群馬大学じゃないですけど一般の病院ですけどね、はい、だからあれはちょっとそれは本当に死ぬ思いでしたねそうですかあのそんなこともあったんでその後は慎重に生きていこうと思いましたけど、はい、そうは言ってないですねも,もっと激しく考えっちゃったのででもよくあれですねこういった日本のブレーンが。 頭を下げてますよね。今ね。ブじゃないですよ。いいですよ。喋ら、ね、なくて。<laughs> <laughs> 本当にすごいですよね。<laughs> もう人生百八十度転換してますね。今ね。でもね面白いですよそです。それぞれの役人の時は役人なりにあの面白かった。<ー>一つの仕事をつめ詰めてね。はあ、でも政治家は政治家で結構ダイナミックに、うん、あのガンガンね。 できるんですんで、えー、僕代議士になって思ったんだけど、はい、あの国家公務員の人ってすすごいんですよ、うん、お願いするんですよね「この仕事をどうなすか」っていろいろね「これはどうか?」ってこう質問するとすぐねあのきちんとした答えを持ってきてくれるもちろん知らないこともあったり「ちょっとこれ足りないんじゃないの?」って言うと「あっ」とか言ってね 非常に真摯に対応してくるんだよね。だって今まで自分がやってたことじゃないですか。やってた。<laughs> やってたけど、それをね、あの。今では言われたことをこう積み上げる仕事って、これから。こっちい。いう立場に立って、それを。 自分がじゃあそれ組み合わせてなんか実現するってことはできるんですよだから第二章はね,ねあのペーペーの一期生でもね,ねこれやるぞと思ったらできちゃうんですよ、うんうん、そんなもんですかそんなもんあのね一人二人がねあの火の玉のようになって動いたらできるんですん諦める必要は全くないあの動きね奇数を重ねないとできないなんてのは嘘だね、うん よく地方のね首長なんか3期やってもできないやつは4期やってもできないとか言いますもんねああまあそうですかね <laughs> かもうこういう方は1期でできるっていうコツを分かってるん<の>でねえいあとはみんな数の一つだみたいな、ねいやいやね、友達を集めてな同士を集めてやればできるんですね特にねで友達って国家議員ってことですかそうそう一人でやろうと思うとあの無理がいいけど45人集めればねできちゃうんですよです、ね、これはね面白いね今派閥は入ってらっしゃってるんですか 派閥は、ええ、意向会なんです麻生さんとこです麻生さんにもね、頼りにされてますよねきっとね、こういう新人がいらっしゃる新人つまり失礼ですけどねいやあの麻生先生は、はい、あの総務大臣麻生先生がされた時に、うん、僕があの実総務省の調整課長という課長をやって<ー>三密体の時のレクを毎晩毎晩やってたんですね 肝心にやるビーフってねあ振らない振らないまんでもああいう人はほらもう本当にこう全体的で政治を捉えるから一つの言葉なんかどうでもいいんですよあのね細かいことはどうでもいいねやっぱりああいう人はそういう育ち方してるわけだから僕らみたいにね貧乏症でねんか細かいことばっかり気にしてねやってきた人と違うんですよレベル分かりますよ だそれはねそれは同じようにやったらだから麻生さんよく言ってますよお前らな貧乏にお前らの,ようなお,前らのお前らがね俺が東大に入ったらお前ら入れないだろうとだねそれ残して君たちがねちゃんと立身に出世できるように残しちゃってるんだから <laughs> そういう話をなるほど納得す,すごいね言うことが違いますねす 今の言ってよかったか。<laughs> 大丈夫。大丈夫ですよ。本当に。時間がすごい。あ、そうです。もう話したくて怒られたくてしょうがないですよね。<laughs> すみません。はい。次の先生、ご、ご紹介いただけますか。次の先生はね。<い>あの、実は、あの、すごく。あの。私と同じくらいのおじさんなんだけど。<い>あの、千葉県の。参議院。参議院の先生で。豊田敏郎先生という。 先生をおご紹介申し上げます。すみません、あのお電話していただけますか。あ、あ、そうします。っっていあのー、無題言って参議院を紹介していただきます。この使い方合ってます？うん。無題言って参議院議員を紹介していただきます。<laughs> 合ってる？<laughs> この使い方。大丈夫、本本気で？<laughs> 合ってない。<laughs> 無そんな無ななて言ううじゃない,いうあ違う違全部間違えてますね無井俊介ですが <laughs> 豊田先生ですか今私の,あのインターネットチャンネルがあの終了しまして、はい、豊田先生をご紹介するということで今、はい、えとテレビ画面の前であの <laughs> 電話をしているということでございますがお受けいただけますでしょうかはい。 はいわかりましたはい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 、はい、じゃあそういうことでよろしくお願いしますありがとうございます、はい、ありがとうございますあのさすがにねあの参議院議員の先生もあの選挙戦が始まるんで<ー><の>そうですよねお忙しいです、ね、頼まれたら手伝わなきゃいけないんで。 ね、時間の調整とかね、<え>そ、それを前、ああ前提にということ、まあ、あ当然のことですね。まあ、あの、早めにだから言って、おっしゃっていただければ。はい、今はまだ入ってないと思うんですよね。そうですか。だから、早く予定入れて。はい。はい。いや、もう、工事前から動くんですけど、ね。だから、それはね、やっぱり、あの、こく、僕、自問ですよ。政治家にとってはね、当選しないとただの人ですから。 もし当選しなかったらここで。

今回の選挙の争点は、まあ、あの消費税先送りということなんですけどもその1年半後には必ずもう上がるっていう前提にもなってるじゃないですかそこでちょっと争点っていうのがちょっと私もその解散の大義というかそれはちょっともう一つはちょっと分かんなかったこれがもう一回じゃあ本当に減税か増税かっていうんだったら上がるんですけども増税ありきのなんか解散ってちょっと腑に落ちないところもあるんですか あの私はねあの、安倍総理の会見聞いてて、退路を断ったなって感じたんですよ、だからこの、まあ、あと引き上げまで2年半ありますよね、<えっ S 1> その間に必ずね、日本経済は元気にするんだと、元気にするんだと、元気にするかしないかなるかならないか分からないってことじゃ、元気にするっていうことなんですよ。だからそれを、ね、あえて言ったってことこは 現時点で皆さんにそ,のそれを問いたいということはそれを実現するつもりがあるので力をくだださいいとだとこ思ますよ、ね、そうですそうしたら例えばあの自民党としてはまあそういう形でた例えば対抗馬で減税ということもやっぱりこうあるわけですよねそうすると。 例えば8%も5%に戻しますみたいなあの政党によってはそういうことを言ってくる人がいるかもしれませんねまあそれは有権者の判断しなきゃいけないでも多分それは受け入れられないと思いますよ私もね地元でねあの有権者の人と話をしますがあの消費税はねもう上げないといけないっていう人が大半ですえそんな皆さんあの、ね、知識はレベルが高いんですかあの結構聞い,て聞いてますよで,すでもね それは社会保障費が今115兆円もあるんだからね年間ね、まあ、それどんどん増えてるわけでそれをね消費税なしで乗り切るのは難しいもし消費税上げないとなると社会保険料をガンガン上げるんだから、うん、こっちの逆進性のが大きいですよ、うん、となるともしょうがないなとみんな思ってますただタイミングの問題だってことであの慎重な人が結構多いかなというふうに思ってだから頭では分かってるんですよ、うん、頭ではね ただやっぱりそうは言っても、その前にやることがあるだろうって無駄が多いとかね。になっちゃいますからねそうは言っても,も、それがもう20年も30年も無駄を、ね、見つけてくるって話をしてますからそんなにはね、そんなにはまだあるかもしれないけどそんなに大きな無駄が出てくるっていう状況じゃないと思います、ね、いつ頃が悪かったんですか、日本っていうのを<え>振り返るといつ頃が悪かったの その高度成長からずっとまあバブルで頂点でそれからずっと悪いじゃないですか、うん、いつ私たたちはこの借金を背負ってたんですか国債の発行が増えたのがやっぱりオイル,ルショック以降ですよね、うん、言ってみると、ね、だからその日本の成長軌道がこれがこうなった時ねそうなって今こうなっちゃってるからねそれまたこうだからやっぱりでもそれ,それはね背景があってやっぱり日本の人口構造の変化なんですよ。うん ああでも昔はね,ねこれ以上人口を増やすなっていうくらいの勢いだったんですけど段階だからいわゆるそのプレピラミッド型とか,そううとかそう人口ボーナスっていう話がありますよね、はあ、やっぱり働く世代が多い時は、うん、よかった、うん、それがね,ね人口ボーナスがちょっと外れたら人口オーナスっていうけど <laughs> オーナスね,ナスねだから人口だから経済成長と人口動態がある程度一致してるっていうのは大きな、うん、それをね日本はね 見抜けなかったんです。それで。うん、そうそうそう、それで第三次ベビーブームがね、起きなかったんですから。あれ起きる前提でね、で社会保障給付の水準も決めてたからね。うん、だからね、未損じがあったね、うん、前提に。それは大きく言うと、人口動態ですよ。人口動、ね、人口動態に合わせた経済。体制とかね、社会保障のあり方、もっとね、早めに考えなきゃいけない、ちょっと。 見過ごしているうちに時間が経過しちゃったその間に政治的な混乱もあったりしてね先送りになっちゃう先送りだから苦しいことをもう先送りできない時代になって政治家はそういう意味では国民の皆様にきちんと話をして現状を認識してもらってねなんか一発逆転大法案なんてないんだっていう話をしていかなきゃいけないと思いますよ、うん でもなかなか選挙が近くなるとそういうこともいい <laughs> <う>これねあ、はい、これ見てくださいこれ私がねこれまでね書き留めてこれこれ防災の本です<災>あ<ー>それからねたいですこれも防災ね3.11以降のねそれからこれ地域を元気にするためのいろんなねあのー、私のアイデア書いてあるんですこれ,これもそうですこれ何罰ここに書いてあることを 少しずつねあの法律にしたり予算にしたりしてるんですよ実は思いつきじゃないんですよこ,の <laughs> この10年間くらい考え抜いてきたことを政治家として実現したい,しい<で>すごいですねでこれ山の日を作るっていうのはちょっとねあのどっちかというといやでもね<の>庶民にはインパクトありますよ偶然に近いんだけど、うん、まあそ,それいいですよすです、ね、一番やりたいのはね<え>一番通したいのは何ですか今まで熟考した中でうん 今ま,でや今までお考えになった中でこれだけはどうしても一番やりたいっていう政策は何ですか施策はだからさっき言ったようにバイオマスをしっかりね定着させたいまだみんなね,でね自治体もやる気になってるんだけどまだまだね,うねあのどうやってまとめ上げたらとにかくバイオマスはね原料を供給することからあのこう関係者がすごく多いんですよ<ー>これは。 でもオーストリアに行くとバイオマスの、ね、素晴らしさが分かりますオー,ストオーストリアは林業関係の若い人たちの給料が高いんですからああす、ね、ものすごい人気なんですよそれは重要なことです、ね、でそういう,、ね、こう都会で働いてる人がいい給料じゃなくて林業で働いてる人たちがいい給料それうならないとねやっぱりね経済的にもバックボーンがないとねあの意気込みだけじゃできない。 だからこういうインターネットテレビでね、うん、あの若い人たちがね、連なっているよりも山に入ってそれの方がね僕はね健全だと思いますよそうで,ですねいろんな今の現代病とかも減るかもしれないですね減る減る人魚工芸者もいないし教育できる人も減っちゃって、ね、あれウッドジョブって見ました面白いでしょあれもちょっと極端だけどね <laughs> ウッドジョブいいですよ ででもそれで言うと、ね、こう霞が関の役人も、ね、もっと給料を引き上げてあげたいですよね。だってあんな頭良くてもあれかよなんて思っちゃうと <laughs> がっくりしちゃうもん。じゃあの、ね、もっと働き方を、ね、変えてあげないと、うん、現,場し現場知らない霞が関の公務員が結構多いからむしろ我々のが知ってて現場こうだよって言うと「あ、うん、そうですか」って、ね、忙しすぎてね現場行けない。 旅費もないしねそれしょうがないことですよ、ね、だからねあんまりね、えー、仕事で拘束しないで自由にいろんなところに行けて、えーえー という、そういう仕組みに、して、してんで、かわいそうですよ。そうだと、みんな、出ちゃうから、外。だからね、公務員けしからんからね、這いつくばって働けみたいなね。そういうことを、言い出した途端に、あの、官僚のレベルが下がっちゃうね。本当に。ぜひ、あの、われの、私の後輩を、温かいまで、見てください。いや、私たち見てますよね。見て、さっき。好きだから。 はい、はい、じゃ、もっと話したいけど、終わります。じゃ、選挙頑張ってくださいね。はい、お願いしますよ。また来てくださいね、本当に、本当に、ね。もう私たち応援しましょうね、本当にね。<laughs> はい、えー、第140回目のゲストは、自民党武田俊介衆議院議員でした。